色鉛筆で描く雨だれ第3弾です。四つ切り画用紙の4分の1のサイズの紙と上質紙を用意します。上質紙を半分に折って、そこに雨だれの線と雨粒を描きます。半分に折ると線のところが見えませんので、印を入れておきましょう。これを細く切り取って、雨粒の部分を切り取ります。少し斜めに雨を降らせてみましょう。線のところと雨粒のところをなぞるように描いていきます。雨粒は全部塗りつぶさずに白いところを残しましょう。これと平行になるように描いていきます。線が足りないところは線だけを描き足します。今度は色を変えて水色で塗っていきます。型紙や色、塗り方を変えると違った感じの雨だれができます。動画はその1からその4まで用意しています。どうぞご覧ください。